芦原氏の松山の道場開きに、はい、これ梶原先生と言ったのね、はい、芦原氏が天皇陛下の泊まる船旅館取ってくれた、はい、芦原氏がガードマン会社やつだ松山で、芦原氏は面白いのはね、松山の警察学校に空手教えてたんですよ、芦原氏は手出さないんだよね、はい、出せられない、帽子かぶってさ、極真 のマークつけてさ、はい、極真警備ってやってたんだよ。バチッとポンポンって棒出るわけ、はい、それを改良、そうそう、はい、それを改良してトーパー、トーパー作るってさ、それがAバトンっていう、そうそう、Aバトン、これバチッと挟んなっちゃうよ、ここ。あ、よく演舞やったんだよ、大好きで。へえ、大山康子さんもトーパーうまいね。ああ、先日は水大社も、うん、伊勢の水大社でやられてました。すごい、これ傷が、これもう50年、50年ぐらい経ってるよ。刀を受けるんですか。受ける受ける、うん、ガーンってバツーンと受けるとこれ青くなっちゃうよ。バチンとバチンとこう、うん、青くなっちゃう。でこれパーンってでしょ、バチンとここでこう受ける、銅をつけてさ、剣道のとこ、剣道バーンって、バチンと落とす。これもなんか、そうそう、面白いでしょ。面白い、面白いですね。これスラップだからさ、懐かしいだと。うちのやつが覚えようとしてましたけど。そうだよ。で、足原先生がこのトンファを改良した A バトンっていう。A バトンを作ろうってた。ガードマン会社やってた、足原さんは。はい。そうすれば、足原さんのことは、うん、こういうのも。兄弟子、はい、入門した時、足原さんが長尾ぐらいだったかな、はい、中村大さんと大山修さんとか、はい、大山康子さんも弁護士の勉強してたから、はい、足原さんといえば喧嘩中断と入門なんですけども、うん、足原さんの喧嘩中断はどうでしょう。俺が入門した時に、メリケンサック持ってたね。メリケンサック、うん、あれ自分殴ったら死んじゃうと思うから、ね、そうですよね、うん、ただでさえかもしれない。指示をね、こう、はい、あれで板金屋さんだったから、はい、車のあれを溶かして作っちゃうの、自分で。自分でメリケンサックを作っちゃう。そうそうそう。で、四国行く時に、はい、このぐらいの直進会って書いてあるね、自分で作った担当を持ってたんだよ。それ持ったろってさ、俺な、警察持ってかれちゃったんだよ、あれ。じゃ常に喧嘩に備えてたということですか。そうだね、うん、池袋もほらめちゃくちゃだったから、あの頃はね、はいはいはい、まあ、結構荒れた時代というか、うん、まあ、足原師範のその喧嘩中断の、2代目秀則館長の方で、まあ、お話を聞いた時に、まあ、すごくいろんな興味深い話を聞けまして、うん、まあ、中でもその A バトン、このトーマーです、うん、A バトンを作った経緯は、その会員にその会費の負担をかけないように、いろいろ工夫してやってたというためにこう作ったという話も聞いたんですけど、まずすごい素晴らしいなと自分は思いましたね。芦原さんもほら、医学から出てきて、大山先生のところですごい苦労したからね、はい、あの人はなんかね、人望が厚くてね、お金ないんだけど、どっから金持ってくる人いるんだよ。でいつもラーメン食い行くぞってさ、はい、うん、若い子面倒見てた、ね、じゃすごい面倒見が良かった、ね、面倒見良かったね。へ、人が集まるんだね、明るいし、人気もあったんですね。そう、人気あったね。そうだったんですね、うん、まあ、なんかその小島さんまた小島さんの話になっちゃうんですけども、小島さんの話で、まあ、その芦原先生がこの支部長会議で、もう大山総裁の暴言を吐いて、うん、もうか全員かかってこいとか、うん、まあ、そういうことも言ったと。ありえない、ありえない。柳川さんもいたしね、親先生に対してそういうことは絶対言わない、うん、まあ、ないですよね。ないね、まあ、普通にまあそれを言ったらちょっと人としてどうなのかなって思いますよね。 そんな人間性じゃない、うん、なるほどですね。芦原さんが亡くなった時行って、ちょうど骨拾ったら、ちょうど大山先生と1年と2日違いでね、命日だった。原田さんの本で読みました、ね、なんか総帥が、お葬式に行った時、こうなんか門前払いをしなきゃいけない時に、うん、まあ、総帥だけはこう来た、うん、読みました、ね、芦原さんが正殿に裏切ったやつ、まあ、喧嘩ないって入れるなっていう遺言だったみたいな、はい、石井館長なんか門前払いされちゃった。あ、
まあ足原会館に関して、まあ、すごく足原氏は面倒見がいいということで、そうすると本部行かれたの。うん、足原さんの最初の道場八幡浜かな、はい、あの道場開きとで道場開きこの間やった去年かな、はい、3回行ってるよ。亡くなった時も骨をね拾った。次の質問です。あ、これちょっと聞きたいお聞きしたいと思ったことで、まあ骨法、骨法喧嘩芸骨法今あったんですけども、まあ僕の先輩でもある、まあ、いろんなプロレスラーの人も奈良に行ったりとか、してたんですけども、その骨法の堀部師範についてちょっとお話を聞きたいなと思いまして、まあちょっと他に聞いたんですけども、まあ堀部師範に総帥が怒ったと、子供を騙すんじゃないと、一括したという話をちょっと聞いたんですけども、これ総帥本当なんですか。いや後楽園であったのね、はい、であの人はなんか始発かなんかやってたんだ。あ、はい、そこに猪木さんかなんか行って、はい、なんか田山本、あ、田山本、はいはい、どんどんスーパースターみたいに、はい、上げすぎちゃった。ああ、そうですね、うん、でもそこ行ったでしょ、はい、当時、まあ、インターネットとかない時代ですから、うん、雑誌に書かれることってもうすごく上がっちゃいますからね。じゃあ、一括したっていう事実はなかったんですか。まあ、高田県で梶谷先生だって、はい、あいつすぐなんか俺の顔見てビッグ引いてたから、はい、梶谷先生は冗談でそういうのの顔見てビッグ引いてケビをしてるなって言ってた。わざと聞くように言ったわけ。梶谷先生は面白い人だよね、はい、京都の鈴木成文さんなんかも、はい、ポケットダルマとかね、はい、鈴木さんが猪木さんに長段8段ぐらい上げてんだよ。それはその人はね、はい、京都の下鴨神社の中に道場作ってね、はい、松浦さんと学生の頃ライバルだったの、亡くなっちゃったり西武館ってなってるね、はい、京都のね、はいはいはい、まあ、総帥から見て骨法の技術ってどうですか。まあまやかし、だって本当に強いからオープントーナメント出てきて戦うでしょ。なんか構えとかあれですよ、まあ、今もと、まあ、僕、まあ、プロレスファンだったんで、まあ、ライガーさんとか船木さんとかが骨法の商談とかって やってるとあかっこいいなと、まあ、ちょっと思っちゃいますからね。格好とかね、はいはいはい、ね、有名な先生が別に強いんじゃなくて無名な人でもね、はい、チッとした人結構いたから、ターザンさんが掛け合い書いちゃったから。ターザンは本当なんかちょっと小島さんに似てるところが書いちゃったでしょ、はい、だからそれ乗っかっちゃったんだよね、ブームに。ああ、でも7位行く人はそこで分かると思うんだけどね。あ、この先生はちょっと怪しいなってね。もともと生体の先生だったんですね。そうですよね、50年ぐらい経ってる。トーファトーファにならんでしょ、人気これです、ね、軽く持ってさ、なんかここにあれがついてましたね、なんかマジ、うん、なんか滑り止めみたいな、ね、そうそうそう、じゃあ上の方で、ここ、上の方で、うん、面白いよ。それとですね、今女の人にいいんだよ言ってました、言ってました、そうそうそう。で、視聴者の方から質問が何個入ってまして、うん、質問を読み上げます。第1回世界大会の前のアメリカ遠征では、うん、確かソヨの総帥が隊長として行かれたと思うことです、うん、が当時のアメリカの人たち、チャールズ・マーチンさん、うん、ウィリアム・オリバーさん、うん、例のウィリーさん以外にこれは強いと思った人はいましたか。何人かいたね、うん、その頃はね、本当にね、面白いもんで、ローキックなかったんだロキックの、あ、うん、なんか外人には ロキック教えるのか、今みんな使ってるけどね。なんでこれあれですか。俺はもう帰った時にも匂いにもなかった。あ、匂いにもなかった。なかったなかった。中足で蹴る回し入りだったけどね、すねとか背足で蹴るあれなかった。黒崎先生たちが行って帰ってきてから足の足やり始めた。あ、ローキックはなかったですよね、うん、で使わなかったね、はい、この時にあのギャリーなんとかさんっていう方がすごくすごかったということです、うん、あれね、三浦シアンの弟子じゃない、あれ警察官だったかな、ギャリーって多分。そうなんですか、うん、なんかすごい身長も大きくて、うん、なるほど。合同練習してたから、はい、大体朝5時に起きて真っ暗なんだよ、走っていくわけ、5、6、7、8時。それで夜だい4時のから4時から6時で、6時ちょっと30分ぐらい休憩で9時まで5
何時間やったかな、8時間か9時間やったよ。であと市内でバッチバチ、あの大山市内市内でケツが青くなっちゃうんだよ。さっとケツ活躍したらケツ見てさ笑ってんだよ。でも外国人の人って、まあ、日本人みたいにこの叩かれるとかっていう文化がないじゃないですか、うん、あのしごきとか、うん、それやられて文句とか出なかったんですか。いやバーンって叩くと白人だもん、こう右すがりする。ああ皮膚が。そうですよね。大山茂樹さん最後までバチバチやってたね。最後ブロックスで亡くなったんだけどね。大山茂樹さんも、ね、お世話になったから、はい、あの行って、その弟子がこの間来てたの、三つ峰に。あの、あ、外人の女性の方ですね、うん、はい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 、上手や、上手やな、うん、山下さんも弟子だもんな、大山茂樹さんも。では次の質問いきます。技術的な質問を願いたいです、基本は移動稽古、肩に至るまでとにかくしっかり腰を落とすことを指導されます。この腰を落とすことは組手でどのように生きてくるのでしょうか。足腰大事だから、一番大事なのはあのロードワークね。ロードワーク、はい、縄跳びね、はい、あと相撲の四股踏みとかね、はい、いくらあのテクニックを覚えても足腰が弱いと使い物なんないんだね。あ、試合になった時ね、走り込みが重要っていう。走り込み、いずれにみんな走り込みに来るのね。あ、ここはやっぱりあれですよね、すごくトレーニングにすごくいいところですよね。自然トレーニングというか、うん、大自然トレーニングですね。では次の質問です。あ、そうですね、あのハワイ大会に、うん、あの出場されたあの野口敏郎先生についてお聞かせください、うん、野口君はね、小学校からねずっと来てたので、城西大学出て警視庁の SP になったのね。はい。それで、ハワイ大会って言っても、あれは千葉真一さんが極真への道っていう映画を作ったのね。映画、はい。ブラジルからずっと回ってきたのね。はい。でハワイで千葉真一さんは、金村君の弟子と戦って、映画だから、その中に真剣勝負に行ったわけ。ああ。野口がそこ出た。ああ。で、ハイキックでパターン倒してね。遠山修行者が。心配だったかな。じゃあ映画用の撮影所。その時にあの中村達夫さんがいたのかな。野口先生は大久保館長より先輩。大久保君と同じぐらいかな。野口君の人古いかな。同じぐらいかな。あの焼き鳥ひでちゃん。ひでちゃん。古い古い。あ、ひでちゃんの方が古い。古い。うん、あれ道場開きにいたかな。ひでちゃん10歳ぐらい上じゃないかな。大久保館長より。大久保が60だから70だもんな。同時ぐらいにいたもんな。あれ強かったの、キックの選手。うん、焼き鳥焼きっぱなしはどうやってるんですか。ちゃんとうまいんだよ、ひでちゃんの焼き鳥。すごい焼き鳥は一本一本がすごく大きくて、うまいだろ、ね、めちゃくちゃ美味しかったですね。そうそう、また行きたいなと思いますね。うまいだろ、ね、はあ、では次の質問に行きます。指導官は添野総帥、大久保館長、佐藤館長代行のように、うん、フルコンタクト空手やキックボクシングで活躍された先生方多数いらっしゃるので、うん、少年部の生徒たちを大切に育成し、未来の強豪選手が一人でも多く誕生することを記念します。うん、まあ、こうなんですけども、総帥、これに関して、少年大会は一番最初だったのは指導官なんだよ。今年40回、うん、僕なんか柔道だったけど、子供の大会から育ってるのね。あの平沢雄生君、結構 MA のキャンプ、 あれなんか少年大会40回ぐらい優勝してラチコ出てて、そんなにですか。うん、出て中学で連れて行ったしね。あ、だから子供さ、山田喜一君も浜松添野通りを作って、はい、ちっちゃい子大勢来てるしね。あ、村上塾さんとかも子供大勢来てる。最近やめちゃうんだな、中学もったいないよな、中学で。あ、小学校ら他のクラブ行っちゃうからね、続ければね。そのまあ20代とかなってしまうとやめてしまうっていう、バスケットとかバレー行っちゃうからね。ーでキーちゃんはバレーからまた戻ったから。あ、バスケット、バスケットだ、バスケット。あ、一時期じゃバスケットやった。バスケット行っちゃう、中学。でも走り込みやったら帰ってよかったね。はい、ああ、まあそういう面ではその青少年育成にいち早く取り組まれてた。そう、少年大会多分指導会一番最初だと思うな。あれですよね、千代大会時期も、まあ、今の九重親方、そうそう、はい、中学3年の時までやってて、はい、それから九重部屋行っちゃったの。九重部屋に大関ですからね、元大関すごいですよね、うん、大関ってはなかなかなれないですからね。なれないんだよ、あれガツッとくるんだったら横綱になったかもしれない。
まあ、千代大海関の相撲で印象的なのが武双山関との突っ張り合いの、うんうん、もう顔から血が噴き出す、うんうん、相撲があったんですけども、そしてご覧になる、うん、突っ張りで両者引かないで、うん、バン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 やって、うん、あのまあ最後ちょっと武双山関が勝ったんですけども、うん、まあ口から血をぶわー吹いてまで、うん、バン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 入れて、これ伝説の取り組みとして残ってるんですけども、まあさすがこの辺は静岡での空手の稽古が生きてたのかなと思いましたね。相撲のアマチュア世界組織すごいよね。ああ、そうですね、そうですね、ま、前アルゼンチン行った時ね、はい、アルゼンなんとかタンゴといたんだよ、はい、柔道から来たんだよね。あ、佐藤勝明塾長の柔道の先生がアルゼンチンでね、はい、村上君たちとブラジルからずっと回ってきたの。へえ、いろんなところ柔道、あ、相撲初段、あ、僕は学生相撲、はい、なんだろうな、いや、あれは多分結構ありますよね、うん、大学生だと本当に5段とか3段、うん、5段とか結構いますよ、うん、で高校生だと初段までしか取らなかったはずです、うん、ああ学生相撲やってましたけどまあ全然大詰めとはあれなんですけど、うん、はい、では次の質問です。添野先生から脱力という言葉を聞いてびっくり、うん、死ぬ気でやれとか根性出せとかいうタイプだと思ってたと、うん、いうことなんですけども、うん、そしてこれはあの僕の動画で、まあ、この脱力でスピードつけろということを言われてたのを見てのコメントなんですけども、うん、これに関していかがでしょうか。ムエタイと戦った時に